美味しくないから。美味しくないっていう話をよく聞くんですけど。緑のタヌキはタヌキ入ってるんですかね。いや、入ってないでしょ。入ってないでしょ。タヌキうどんって何だっけ？天ぷら？タヌキうどんはそばって言うんですかね。いや、そば。うどんじゃない。そばじゃない。タヌキ、タヌキ。なんでタヌキって言うの？緑のキツネと。緑のタヌキ。緑のタヌキか。赤いキツネと緑のタヌキ。キツネはあ、お揚げでしょ？はい。タヌキは何？わからん。突然なんかわけわからん話から始まってますけど。関東と関西の違い。あ、そんなもんなんですか。そうなんですか。西と東で呼び方が変わる。じゃあ向こうはキツネになるか。いや違うか、まあ。キツネと揚げの関係性はなんかあるっすけどね。どん兵衛って揚げ入ってるなんていうかいな。どん兵衛。キツネうどんってあれね。キツネうどんじゃないですか。お揚げ入ってるやつキツネうどんね、大体。キツネうどんですね。いやキツネうどん、たぬきそば。そばなんか。なんでこんな話かっていう、ね、池田さんがあの野獣の食べ方っていう関東と関西で違うって書いてますね。あ、そういうことなんだ。なるほど。ちょっとなんかじゃあ、まあ、野獣を食べたいっていうことで野獣をちょっと食べたいっすよね。宮宮島行ったらもう食べ放題じゃない。天かすが乗ったんですか。いや食べちゃダメやで。関西だと天かすが乗ったやつはハイカラっていうらしい。ハイカラ、ハイカラ、ハイカラさんが通るや。わからんけど聞いたことないっすわ。僕関西ですけど聞いたことないっす。スードンみたいな感じじゃないですか。スードン。天かすだけは、まあそんなところですかね。はい、はい、では今回のポッドキャスト始めていきます。はい。はい、今日メンバー4人、テーマは夏休みの話。夏休みの話です、ね、パチ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 意外に夏休みの疲れが抜けきってないかもしれない皆さんなんかちょっとテンションがいやそうまだ抜けてないです、うん、じゃあ順番にいきますか。はい、順番、どういう順番、どういう順番なんですかじゃあ僕からいきましょうかね。お、鳥から。はい、鳥なんですか。いや、いいな、もう鳥ですか。すっごく意味がわからないです。まあ僕はですね、はい、意外に普通に過ごして、工場にも行き、はい、休みだったのか。作業をしつつ、はい、でもあの山に行きましたね。山に。あれがあのハイライトだったっすわ。なんで山行ったんですか。終わり。あれ、あれ、あれ、いや、じゃあ山行ったのもあの、こうお客さんにあの、はい、頬のあのペイントで、はい、いい感じのグリーンに塗ってくれっていう、ああなるほど、お任せであったんで、はい、ちょっといいグリーンを探しに緑色を探す旅に出てましたね。なるほど。どんなところに行ったんですか。山、いや山、あの千年杉っていうバカでかい杉があるところあるんですよ。あ、広島ですか。広島ですよ。もうすっげえ近くですよ、グランピーからはもう15、6キロで行けるんじゃないですかね。ああ、どこにあるの。くじですね。紅葉の辺。そう、紅葉。もっとあれですね。神谷さんで。なんだっけあれ。沼田。もう実家の近くです。実家の近く。実家の近くで。そこに行ったんですけど、めちゃくちゃ良かったっすわ。いい色が見つかったんですか。いい色、あの、ちょ緑色、色摂取しすぎて、ちょっと何したらいいかわからなかった。でも、本当、あ、久々の山、いいなって感じ。しかも、こう、ま、杉も良かったですけど、でっかい、うん。そこ、行く途中の道も、もう小川も流れており、いい感じになんか人が来なさそうな、うん、あみんながよく行く登山道じゃないな、みたいな感じの、ああ、なるほど。道ですごい楽しかったです。で、あの、さらに奥に行くと、はい、あの城跡もあるようで。城跡出た出た、マニアックな。城跡はもう次回は行こうかなと。今回ビンディングシューズで行ったんで、さすがにあの城跡が大体あの500メートルぐらいの高さにあるらしいんで、ああ、なるほど。さすがにビンディングシューズでもう300メートルぐらい登るのは辛いんで、うんうん、まあなんかサンダルでも持ってって。行こうかな。サンダルなんや、そこ。持って行きやすいじゃないですか。B さんやろ。
あ、B さんです。僕 B さんです。B さん。もう、B さんがいいっす。B さんがいいっす。すごいっすね。B さん、それでちょっと、行きたいかなと。まあ、なんか、まだまだしゃぶれそうな感じですよ。どういうことですか？まだまだ楽しめそうな。味のあるいい山でしたね。ネタが転がってそうなところです。ネタが転がってたんだ。ネタいろいろありそうですね。結構、城跡はあるんですね、いろんなところに。もう城跡だらけです。城跡だらけ。城跡もいいですけど、さっきあの鉱山跡ちょっと探してるんですけどね。鉱山跡。鉱山跡もいっぱいあるんですよ。鉱山跡ってあるんですか？鉱山ありますわ。街中にもなんか有名なのが一個あるんですね。街中に？もうすごい、あの、前行った城跡の近くなんですけど。もうなんか行ってみたら面白いかなと思うんですけど、僕が探してるのはもうちょいなんか人が行かなそうだな。少なくとも Google マップには載ってないところをちょっと。古い地図からちょっと探してるんですけど。なるほど。ああ、そういうことか。ちょっとなかなかいいとこ見つからんですね。あそこ、はい、石打ちバイパスの突き当たりとか、確か、なんか、城みたいな跡があったよ。いや、もう至るところにあるんですよ。いや、もう正直、そんなの珍しいもんでもないから。そう。マウンテンバイクでコースとかないかなと思って、はい、かき分けて、かき分けて。進んでた時にパッと行き着いた。いやー、もうあるあるです。あるある。広島市内だけで200カ所あるって言われてますね。200カ所、そんなに城があるのらしいですよ。あと、どんだけ城があったでも皆さんが思ってるような城ではないと思います、うん、もっとなんかしょぼい感じだったんですよ。中世のあの城跡みたいな、こう調べてみたんですけど、しょぼいっす。小屋みたいな。小屋みたいなっすね。瓦とかは使ってないっす。ああ。なんでまあ。そんなにちっちゃくても城と呼べるのが。まあそんな、まあ、言ったもん勝ちっす。言ったもん勝ち。言ったもん勝ち。言ったもん勝ちですよ。僕はそんな感じだったっすね。そこまで何で行ったんですか？自転車のチャプター2のトアですね。ああ。いや、まあ、月入っていったん。いや、入らないですよ、入らないです。まあ、手前まで。手前で置いて。洗練すぎて、そんなすぐ入るとこな。すぐ入れるんですよ。へぇ。ちょっと歩けば。ぜひ、今度。はい。なかなか、いいっすよ。ちょっと下にため池があるんで、蚊がちょっとおるんで。それな。虫除け大事っす。虫除けな。なるほど。最近刺されても分からんなってきたんで、僕。なんでですか？毛剃って。いやいや、分からんなんですか？昨日、公園でちょっと喋ったじゃないですか。ああ、夜ね。10カ所ぐらい噛まれてましたよ、僕。いや、俺もね、帰ったらね、足ブツブツやったわ。いや、もう、やばかったんですよ。刺されすぎると、麻痺して分からんのんですよ。昔無人島行った時に足がもうボコボコなぐらい刺されて、介護なんでもないみたいな。なるほど。そこまで刺されたらええじゃん。いやです。いや、僕は痒かったです。痒かった。ちゃんと作業に支障が出た。支障が出るっす。まあ、そんな感じだったっすね。なるほどな。いい休みでしたね。いや、いい休みでしたよ。1日ありましたが。実家にも帰りまして、まあよかった。実家に帰ったんですか？帰りました、帰りました。その話の方が面白いんじゃないですか？そんなわけないじゃないですか。ちょっと猫と遊んで帰ったんですけど。それちょっと僕は個人的にすごい興味が。全然普通です。池田さんも要は写真上げてましたね、ナルシストみたいな。ナルシスト。もう頑張って撮ったよ。走ってますみたいな自撮り。頑張って撮ったよ。いやー、ちょっと痛いなと思いながら見てましたけど、ちょっとその話聞きたいなと思ってそれ。どこ行ってました？僕、山口の親戚のうちに撮ったんですけど、はい。山口なんですね。山口。普段自転車ばっかり乗ってるから、たまにはもう走ろうと思って。走るってランの方？ランです、ランです、ライドじゃなくてラン、うん、で、ベッドロックのサンダルも履いてることやし、うん、サンダルで走ろうと言うのって、ちょっと山際にあるんですよ、家が、はいはい、親戚の家があって、でそっから走って、まあ、大体20キロぐらいうわーって走ってみたんですけど、いきなり？はい、すごいっすね、まあ、20キロ体がバキバキになりましたね。いや、予想以上に効いてます。いきなり走ると来ますよ。はい、ちょっと効きました。しかもベッドロックですよね。ベッドロックだ。だいぶ足に来るんじゃないですか。だいぶ来ましたね。よく
聞いた話だとサンダルで走ると靴で走るのとちょっとこう走り方が違うというので、どんなもんやろうと思って走ってみたんですけど、あの靴を履いてるような状態で走るとこうクッションありきのランなんですよ。でもあのサンダルって薄いじゃないですか、靴底が。なんでこう足である程度こうショックをふわふわってこう吸収しないとちょっと厳しいですけど、僕の体が慣れてないんで衝撃もろ受けながら走ってしまったんで、もうえらいこっちゃですよ。リジットバイクでダウンヒルするみたいな、そんな感じです。もうすごい分かりやすい。もう一部界隈でしょ。フルリジットのマウンテンバイクで、チューブ入れてあの空気圧パンパンにして走った感じ。わかります、すごくよくわかります。もうなんならあのグリップちょっと薄いコットンみたいなやつですよ。すごいわかりますけど、あのそうそう黒森のハンドルで黒森のハンドルで、ああもうやばい、ガンガンこう響いてくるやつですよ。でやばいっすね。でもせっかくやからあのいろんなとこ行こうと思って山に入って海に行ってってやったんですけど、最初山に入ってその公園の山頂に神社があったんですよ、うん、で神社のところまでちょっと駆け上がってですね、おーってこうお祈りしようと思ったら神社の奥から野良犬のでっかいの、なんかありましたね。いやびっくりしてですね、野良犬なんかさ、なかなか柴犬とかそんな大きさじゃなくて、あのシェパードみたいなおいっていう祈ろうとしたら、お祈りしようとしたら奥の方からババババババーとか言ってパッて見たら2匹こっちを睨んでこっち走ってきてるんですよ。おしゃれだなと。それはあの空手で倒したんですよね。空手で倒したんです。思いっきり逃げました。あでそのナルシスト撮りでこう自分が逃げてるのを動画に撮ろうと思って頑張ったんですけど、あの恐怖心の方が勝って全然撮れなかった。よくあのそれ死ぬやつですよね、クマとかでやろうとしてそうそうそう。それをあの帰って聞いたら、あのよく野良犬が出るところで、あの犬の散歩をしてる人が噛まれてあの病院送りになるっていう、よくあるところやったんですよ。最近野犬と聞かんすよね。聞かないんすよね。野良猫は見るけど野良犬は見ないですよ。野良犬怖いっすよ。もういいでもあの清水さんも僕も野良グマを見てるんで、あ野良グマね、レベルが違うんですよ。一鍵でバンバンバーンとこう致命傷やもん。いやあれは焦った。今怖いな。犬も怖いっすね。スピードもあります。怖い。だってあのランやからサンダルで自転車じゃないっすもんね。シャツとあのめっちゃ薄いランニング用の短パンやで、ね。もう裸みたいな状態で出会うやつ。初期装備そうなんですね。初期装備。RPG の最初の装備っす。木の棒すら持ってないような状態で。防具ゼロっすもんね。衝撃でした。いやーもう。そんな感じで。で、そのままあの海沿いまでずっと走って、あの港まで行ったんですよ。港行ったら、あの工場地帯の港で、あのまあ人少ないんですけど、なぜかそこもですね、野良犬おるんですよ。おかしいな。この地域はなんでこんな野良犬がおるんやろ。山内って大丈夫ですか？それもなんか、あの、帰って聞いたら、あの、そこでやっぱりこう餌をやって飼ってる人がおると。修羅の国じゃないですか。野良なのか何なのかって話し飼いなのかだけど。まあ、猫の犬バージョンみたいな感じですよね。めっちゃ怖い。犬になるだけで相当カオスな状況です。カオスになります。でまあその海って帰ってきたんですけど、その走って思ったのがランも面白い、面白いです。あの自転車よりさらに速度が落ちるんで、周りのものが結構こうしっかり見えるようになってくるというか、あのお店のこうメニューみたいなのをちらーっと見ながらこう走れたり、あの自転車じゃいかんような階段を駆け上がったりとか、なんかそういうもっとニッチなところに行けるなってって思ったですね、結構楽しかったです。なるほどです。ただ、まあ、体はバキバキになった、まあ、あれですね、ちょっと慣れがいりますよね。いや慣れない、いきなりロードバイク乗るみたいな感じですよね。もういきなり100キロ走るようなもんやで。しんどい。ちょっと体はもう作らないと、ね、でもあれやで、あの、はい、そのナルシスト写真に影響されて今日あの
走るの始めましたいう人おったの。マジっすか。ありがたい。本当ありがたい。いやマジで。あの写真で。はい、ちょっと。ちょっと。引いてる、めっちゃ引いてんな。ちょっと、いや。いや、俺もあえてこう自分を、の目線をカメラに向けたやつをあげたよ。ちょっと嫌やな。いや、なんか、ね、なんで、なんか毎回この自分とのナルシスト撮りみたいなのがいっぱい上がってくるんで、ね。なんでこんなんあげてるやつ。もうちょいなんかないかな。景色とかやったらまだわかるんですけど、ほとんど池田さんじゃんって。やろ。ちょっとびっくりしましたよ。やろ。タケちゃんもやってみようや。あ、ほんまや。もうあの、頭の後ろしか映らんのちゃう。もう背景映らんすよ。このアフロの後頭部だけ映ってるもん、ね。それ面白いじゃん。全部アフロ。めっちゃいいとこ行くんだけど、全部映ってない。ショート動画でたまに見るやつ。ナルシドリ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 、ちょっと。新しい、あの、のスタイルになるじゃん。やってみましょう。知らんけど。そんな感じ。そんな感じですよ。はい。まさかぐらいですか。まあそうですね。あとはまああのこのベッドロックをもうちょっと試したろうと思って、あの海に入ったり、いやあの川に入ったりして遊んでおりました。お手本のような使い方ですね。ひねりのない。ひねりのない、ね。お手本のような使い方です。どこまで滑らんのやろうと思って、ね。もういや、いい感じです。もうベッドロック焼けがすごいです。足の甲がもう V の字になってますから。本当だ。このあの何一番、ね、真ん中のこの穴が開いてるところの何日焼けもちゃんと分かるっていう、くっきりついてますね、はい、入れ墨状態ですよこれ。ベッドロック焼け、皆さんもぜひぜひ、はい、おすすめポイントですか。おすすめポイント、ベッドロック焼けができます。はい、そんな、はい、そんなとこです。どうですか清水さん、ここですか。僕はですね、今年は特にどこも行かずにというか、遠征はせずに、はい、ほぼ近場で済ましたんですけど、ああ、台風来そうだったんですもんね。そうそうそう。で、1日目は、グラベルバイクにドロッパーつけようと思って、ずっと見せていたんですよ。あるあるやな。つけたくて、まあ、つけて、で、他に、マウンテンが乗れる状態じゃなかったから、あで翌日に徳佐亀で行こうと思ってて、はい、で今週末はヘックラーが見たいっていう人もいたと思って、はいはいはい、3台全部整備しようと思って、はい、ドロッパートップソンにドロッパーつけて、アイビスを乗れるようにして、あ、ヘックラーも整備してっていうのを1日の中で。充実しますね。おかげで全部済んだっていう。全部済んだ。でもヘッコラがなんか調子悪くて電源入らなくて。電源が入らない。電源入らなくなっちゃう。ちょっともう一回調べないといけないな。バッテリー外してましたね。うん。なるほどな。どっか悪いのよくわかんない。うん、ちょっとそれは要調査っていう。要調査。はい、でドロッパーってあのトップストーン、はい、じゃない、はい、トップストーン。グラベルバイクに。何ミリぐらいのやつをつけたんですか。50ミリ。ストローク50ミリ。で、なんかトップストーンって差し込める量が決まってるんで、限界があるんで、なかなか使えるやつがないんですけど、使えそうなやつがあったんで。どこのやつですか。バイクヨーク。あ、バイクヨーク。最近 27.2 倍が出た。ああ。それを、はい。ちょうど長さ切れるんですよ。なんかこの下の入る部分。カットできるんで、最大限カットしたらいける感じ、うん、いけたんで、でただレバーがあんまり調子よくなくて、はい、で一応ついてるけどちょっと操作しにくいという、あれもちょっと要改善。ドロップハンドルですよね。ドロップハンドル、うん、どのあたりにつくんですか。あのブラケットのすぐ下、でこう握った状態で指をこう上にこうグニュッとドアノみたいな感じですか。そうそうそう、こう握り込むような感じで動かすと操作できる。それも下半持てば親指で押せるっていうやつなんだけど、カンパニョーロの、ああそうそう、あれをグリッと上に上げるみたいな感じ。そうそう、これなんて表現すればいいのこれ、これひねり上げる。ひねり上げる、内側にひねり上げるのか。ひねり上げるとすれば動く。
感じだけど、ちょっとこうストロークが最後まで行きづらいんで、ちょっと要改善っていう感じです。なるほど、はい。でも1日目そんな感じまだまだ控えてますからね、はい、映画まだ、はい、で 2日目に徳佐亀に行って、そのアイビス整備して行こうと思って、でもう台風ですよ。あ、予報は、うん、そうですね、予報は台風でしたね、はい。でも当日になったら大体改善してきて、はい、もう広島は全然雨も降ってない状態。あ、今予報はなんかもう雨降る予報だったんですけど、まあとりあえず行こうと思って行って、うん、でまあ、あっちは11時ぐらい雨やむ予報だったから、うんうん、まあとりあえず行こうと行ったら、直前まで降ってなかったのにその徳佐って町があって徳佐の町に入った途端にもう雨降り出してああ2時間半かけてきたけどこれかと思いながら、まあ行ってみようと思って行ったら、まあ結構いっぱいいて、もう、県外からも結構来てて、まあそれでも稼働してたんで、まあじゃあ乗ろうかと。なんかビシャビシャになりながら、そうビシャビシャになりながらドロッドロなってもなんか言われるわけですかもしかして清水さんですかみたいな。いやいや、それは言われなかったけど。なるほどな、徳さん面白いですね、ビシャビシャになりながらもうドロッドロになっても、ああいう徳佐ヶ峰みたいなマウンテンバイクのコースって、はい、雨で走っても大丈夫なもんなんですか。走っていいとこもあるしダメなとこも。あ、基本徳佐ヶ峰ってあんまり雨本降りになると やめるんですけど、その搬送その日はやってくれたんで、まあもうすぐやむってのがあったんだと思うんで、うん、で結局も行って11時に予報でやまず、やまず次が1時にやみますよでやまず、結局2時過ぎにやんでドロンコドロンコドロンコで整備したのがまたそうそうそう。あ、なるほど、確かにそうですねっていう、なんかめっちゃ楽しんでますね。いいな、羨ましいっすわ。でまあ3日目はもう普通に家族と地元に帰って、うんうん、で4日目は最終日か、まあ、あのグラベルを教えてもらってたんで、あ、そこに探索に行ってきました。なるほど。フルで楽しんで、はい、そうで本当はその探索のために、まあ、ヘックラーで行こうと思ったんですよ、うんうんうん、それもあってちょっと整備したんですけど、あ、動かず手に入らずで、ちょっとあのトップストーンのいいバイク借りて、あ、おグランピーに取りに来てたそうそうそう、なるほどです。結局はまあなんとかあって、そのグラベル自体は、うん、でそこでも動物たちと出会い、うわ、ちょいちょい、バトルして、バトルはしてないけどバトルして鹿がいて、はいはいはい、イノシシもいて、お、はい、これはクマも出てくるかなとも思いながら、クマは結局出てこず、うんうん、よかったですね。リアルにあのクマスプレーいりますね。いや、そうなんですよ。持ってた方がいいのかなと思う。最近よく見るんで。うん、確かに。もうあの、あれです、僕もあの、お盆休み中、あの、千年生行く途中に、うん、あの、あれ、場所分からない、富山、あの裏の、あそこでもあの、クマ注意がすごい出ますって書いてありましたね。いるんかなって気がしますね。そう、僕昔こんな、この辺でも、ね、いつも行く山とかでも、何、あの、鈴ヶ峰でクマ、目撃情報ありましたみたいな、あったけど、嘘やろとかも言ったけど、あ、本当なのかなと思いながら。なるほど、そうですね。ちょっと最近野生動物がよく出くわすんで、あ、クマスプレー、うん、ちょっとどうやって倒すか考えながらですね、うん、倒し方を、うん、倒し方をちょっと研究します。どうやって倒してどうやって食べるか、竹にそうみたいなやつ、どうやって食べるか、そのために本をそのために、はい、野生の食べ方、野生獣の食べ方食べるんですね。いやいや、バッチリですね。もう思わず倒しちゃったみたいな。お前事故なら仕方ないですよね。
なるほど。食べればセーフですか、食べれば証拠隠滅のバッチリだっていう。美味しくいただきました。美味しくいただきました。命をいただいて。スタッフが美味しくいただきました。まあ、じゃあまあ、次回を期待しましょうかね。次回、池田さん呼べばいいですね。池田さん呼べばいいですね。熊出たからって言ってまして。熊出たからって。もう今夜は熊鍋。熊鍋。熊鍋だーっつって。食べたことないっすわ、クマ。ないっす、ないっす、ないっす。いやー、だろうな。そんな感じですよ。はい、ですね。はい。今日、村上くん。村上さんですね。いや、もうさぞすごいところに行ったんでしょうね。すごい。最後でいいのかどうかも。いや、もう、さっきからドキドキしていきますよ。久々に喋っとるのに。僕はもう自転車で行ったのはそうですね。もう天、まあ台風はあれやったんで、行けたらキャンプに行こうと思ってたんですけど、ちょっとめちゃくちゃ雨予報やったんで、結局やめて、夜、大竹の方に、あの、工場夜景が綺麗なとこあるんですよ。ああ、ありますね。そこまで行ってちょっと、夜景をたしなんで帰りました。たしなんで。写真弾丸で一人で行ってきました、ね。なんじゃそりゃ。何で行ったん？チームローラーです。マジで？なかなか来たんすね。思い立ったらスチームローラーだったんで、ちょっと家にあったのが。ああ、すごいな。大竹でしょ割と片道30ちょいの34キロとかそんぐらいでしたね。お行ってきて、で、帰りに、フルーツサワーっていう、フルーツサワーが飲めるお店があるんですけど、どこに、やげんぼりですね。なんで、めっちゃ戻ってきてるやん。めっちゃ戻ってきて、やげんぼりに行ってきて。そこノンアルでフルーツのサワーも出してくれるんで、それでちょっとフルーツを補充して帰ってきました。おしゃれですね。もうなんかすごい、ね、なんか誕生日っていうのを覚えてくれてて、そこのオーナーさんが、誕生日だった、まあ7月28日ですけどね。あ、それ覚えてくれてて、誕生日サワー作ってくれて、すごいですね。すごい楽しかった。行ってよかったって思って。すごい、すごいね。大竹夜景は写真撮ったの？写真撮って帰ったっすね。もう下瀬美術館がすぐ近くっていうのを知らなくて、あの、ハルミフットのやつ、新しい美術館よね、はい、新しいとこ、色とりどりの箱のやつですか、コンテナが、コンテナみたいな。それ知らんくて、うん、ちょっともうちょっと早めに出ればよかったと思って。なんかなかなか面白かったですよ。僕行きました。行きました。あの、岡本太郎の、芸術作品が展示されてました。おお、岡本太郎。うん、あの爆発の人ですね。うん、なんかコンテナが美術館に、まあ、外側にあるんですけど、うん、その中をこう通って、そのコンテナ一つ一つに、うん、展示されてるんですよ。コンテナ、海上コンテナですか、ね、40フィートとか20フィートとか。あんな感じですよ。あの貨物コンテナみたいなやつの、ちょっと綺麗なやつ。で、水が張ってやって、その上にポコ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 って置いてあるんですけど、そのコンテナがですね、実は動くっていう事実は後で知ったんですけど。動く、動かせるってことですか。動かせるです。レイアウト変えれるんですか、ね、レイアウト変えれるんですよ。行った時によってそのコンテナの位置が違うと。なんか税金とかそんなの対策ですかね。いや、なんかありますよね。なんか移動させるようにしとけばみたいな。固定してなければみたいな。固定してなければなんかいや。芸術、それともやっぱ芸術ですか。そこは芸術じゃない。いや、そこ気にしてたらすごいな。実はそこ一石二鳥だったら面白いね。うまいことやってたな。一石二鳥だったら。なるほど。やり手ですよ。やり手。そんな。なるほど。まあでも、面白いです。行ったタイミングによって全然形が変わると思います。勝手に追っかけないでしょ？勝手に追っかけないです。ちゃんとこう固定されてるんで。でも、いつだったかな、5月、6月ぐらいに行ったんですけど、まだそれも電車で行ったんですよ。はい、じゃあ、駅降りた瞬間から、下瀬美術館まで、ノーム、
ノーム？ノーム？霧。霧がかかっててですね。あ、初めて見ました、僕。あんな海沿い、海沿いがですね、最初はあの高価格スモックかと思っていつの時代ですよ。なんかあの目ふさげ目ふさげとか言って言ってたんですけど、運んでくれたバスのおっちゃんも初めて出来事で、ちょっと意味わかんなかったですね。池田さんが呼んだんでしょうね。うん、そうかもしれないです。雨男と言われるだけありますね。びっくり。まあまあそんな感じでした。なるほど。うん、そんなちょっと軽い休日を過ごしてましたね。まあ、鳥の内容ではなかったわけです。全然鳥じゃないですよ。鳥ではなかったです。あとはもう実家に戻って、実家っていうかばあちゃん家に戻って。あ、それは何で行ったん？それじゃないの？あ、それは普通にみんなで車で行ったんですけど。さあ、親戚一同集まってサマーウォーズみたいなバーベキューしました。なるほど。なんかちゃんとお盆してますね。ちゃんとお盆らしいお盆してる。お盆らしいお盆はちゃんとしてますよ。なるほど。あ、いいですね。なるほど。はい。なんかどう終わりに向かえばいいのか。そうですね。夏休みやり残したことは、やり残したことありますね。なんなんですか。いや、なんかあの新しいことを始めようと思って、なんかいつも言ってるような気がするんですけど。あのあれです、ガム。ガム？ガム？ガムっていうのはガム作ったろうと思って。あ、そのガムずっと調べとったんですけど、グルテンとかで作るやつですか。グルテンなんかガムトーストじゃないな、なんかすごい作り方が結構難しくて、調べるだけで終わっちゃったんですよね。作ることはできるんですか、家で。できるみたいですね。ガム作るって思ったことないです。ガムってなんか最近食べてます？食べないです。食べないですね。なんかあのグミは食うけど、めっちゃ下がってるみたいです。でなんか日本産のガムってあんまりないんちゃうかなと思って、自家製ガムとか、まあなんかですよね。クラフトガム、クラフトガム、クラフトガム、で、なんかいいんちゃうと思ってガムちゃんと調べてるんですけど、もうガム食べたいって気にならないですよね。あのでもあのキシリッシュってなんかあったじゃないですか、うん、あれもなくなったそうです。あ、そうなんですか。なくなったキシリトールに飲み込まれて、もうキシリトールに飲み込まれて、キシリトール、あの会社ですか。なんかもう いわゆるこう歯にいいガムって言ったらキシリトールのガムあるじゃないですか、うん、もうあれの範囲が広すぎて、あ、やめるとかってやめたそう、そう、まあ、そんな感じでガム、ガムか、食わんすごいな。遠征の時にぐらいかな。長距離運転する時ぐらい。それぐらいですよね。スースーするやつ。うん。それ夏にやり残したことなんですか。いや、なんかちょっと着手したろうかなと思ってたんやけど。まあ夏にやり残したことなんですけど。関係なさそうですけど。まあそうなんですよ。まだそうめんまだ食べてないっすわ。マジで。終わるで夏。俺も食うてないわ。冷たいそうめん食うてないわ。ちょっとやり残してます ね。海にも行ってないっすね。かき氷食ってないわ。かき氷食べてます。だいぶやり残してますよ。残してますね。今年旬ほど食いましたよ。マジで。ちょっとサイクリングでかき氷食べに行きたいっすね。あ、いいね。あ、かき氷、美味しいお店いっぱいあるもんね、市内ね。市内はなんか、もっと山の方のなんか、さびれた感じのとこ行きたい。あそこにあるで、あの、今治。今治有名なかき氷屋さんがある。遠いですね。今治四国じゃないですか。ほんと気軽に。気軽に今治。夏やり残したことあるんですけど、休みはなかなかなさそうだね。近場に行けるの、そんな正気で休み取れないですよ。近場な。近場。まあでも、あの、駅のとこはいいんかなって思うんですけどね。安野でしたっけ。あっちにある。駅の前にあるんですよ。かき氷屋さん。かき氷の方が。入ったことないんですけど。方がチラッとなってましたね。あれぐらいかなって思ってますけどね。あゆ釣りとか行ってないですか。行かないですよ。え、なんか行ってなかったでしたっけ。あゆ釣りじゃ、あれ天からです。天から最近やってないですか。全然やってないですわ。あれもなかなかあの、やる場所が難しいですよね。年金とかも買わなかったです。あ、そうな。県漁業のあれで、なんか、県を買わなかったです。
確かに。なるほど。まあ、やりたいんですけどね。毛張りとかも自分で作ってみたいですよね。ああ、好きそうやね。好きです。好きです。好きです。毛張りな。はい。もう、結構やり残し方ありますね。残してますね。まだ8月なんで。まだ8月なんで、そうですよね。まだある。まだ、まだ、かき氷は食べに行こう。よし。かき氷な。まあ、そんなところでしょうか。そんなところですかね。ふと横見たら、あの、村上さん、アロハですからね。めっちゃ海の生物のアロハ、めっちゃ満喫してるじゃないですか。すごいでしょ。ほんまや。クラゲとかタコとか。アンモナイトオール古代生物が多いんですけどね、これ。アンモナイトオールです。めっちゃ夏してるやつがおったんですよ。いや、今日、モーニングライド行ってきたから、ちょっと夏っぽい服にしようかな。なるほど。そういうことですか。そういうことですね。クラゲ、落ちた。クラゲ、この夏あの、手でズンってやってきました。いや意味がわからないちょっと、あの説明してもらわないと、ちょっとキャスト厳しいですよ。海にクラゲがおったんで、はい、手で掴んでこうズンってやるとこの指の間からスパッとこう抜けるんですよ。久々にズンとやらしてやりたくなるもんなんですね。ズンと、まあ、これでいいですかね。クラゲをズンとやるといいんですね。ズンとやる気持ちがいい、気持ちがいい。もうわけわからない。そんなとこですかね。そしたら、グランピーのバックヤードのポッドキャスト。このポッドキャストは、Apple のポッドキャストと Spotify と Amazon Music、Google ポッドキャストで配信しております。で、番組へのコメントは、ハッシュタググランピーバイクポッドキャストで、投稿をお願いします。はい。はい、ということですね。まあ、夏休み。はい。まだまだ終わらないですね。まだまだ今からですね。こっからですわ。こっから10月ぐらいまではもう続きますからね。今からが勝負ですよ。いや夏休み10月ぐらい。いやもう面白いですよ。バッチリですね。ようやくこの猛暑が終わってくるんで。いやもう夏ですから。何を言ってるんですか。それ秋じゃないですか。秋の行楽シーズンの話です。来週雨じゃないですか。来週雨ですか。マジっすか。はい、来週か再来週かずっと1週間の雨でしたよ。いけ、それはいけ。ちょっともう結構がっつり入れてる。いや、がっつり言えるからですよ。池田さんか。あ、でも変わってるね。ヤフーの天気予報はまあ晴れてます。最近天気予報が当たらないんで、いい意味で。ちょっと良くなってます。良くなってますね。おっす。1週間ぐらいずっと雨まかったけど。1年に1回の夏休みがあるんで。よし、じゃあまあそんなところですかね。はい、はいはい、では今日はこのあたりで終わります。どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。